さあそれでは FP ジュニアスターティンググリッドご紹介してまいりましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー31番、乗り物クラブジュニア加納義正。昨日のタイトラはトップタイム53秒724、東西両地域のランカーを抑えてスポット参戦可能がポールシッターとなっています。セカンドカーナンバー18番ティームエフェガーラ五十嵐文太郎。関東から来ました今シーズン3勝の五十嵐がセカンドスタート。3番グリッドカーナンバー99番ブルドック99モバラツインサーキットオサム。4番グリッド11番アッシュウィズホージャスト落合レオン。このあたり五十嵐、オサム、落合はチャンピオン候補です。5番グリッド9番 SPS 川口村田優馬。6番手29番 SPS 川口福田グルム。7番手89番ガレージ C 厚見エイト。8番手88番ディームブルート新谷翔馬。9番手98番レーシングティーム暁ウィズチャンネル700諏訪博人。10番手73番 HRT 豊島陸人。11番手55番ビデラートログノレーシングアーチーハミルトン。12番手12番ティームブルート宮本隼人。10番手スタートの73番豊島と12番手スタート12番宮本もチャンピオン候補です。13番手17番 SPS 川口浅野天守。14番手44番 SPS 川口杉村匠。15番手22番家計レーシングチーム市宮壮太郎。16番手38番ティームプレッション with 樋口レーシングチーム佐藤瑠衣。17番手20番高木プランニング望月翔太郎。以上の17台です。最終コーナーから立ち上がってきてもう一周となります。さあ隊列は試験員の手前かなり整ってまいりました。フロントローは加納と五十嵐とカラーリングめちゃくちゃ似てますけどね。ピンク色が濃い方が加納でちょっとオレンジがかっているのが五十嵐です。3番手にはオサム、4番手には緑のカートの落合。チャンピオン同士の争いも見ものスタートは、あ、もう一周です、もう一周です。スタートは切られておりません。ローリングもう一周です。ローリングが続いています。 FP ジュニアクラスの予選ヒート、先ほどのカデットクラスと同じくジュニアカテゴリーには予選のシリーズポイントはつきません。最終コーナーから立ち上がってまいります。今度こそ綺麗にスタートは切られていくでしょうか。ホームストレートシグナルはレッド点灯からブラックアウトスタート。さあ五十嵐と加納と、加納は五十嵐を牽制しましたが逆効果となりまして五十嵐トップで1コーナーに入っていった。そのアウトサイドから落合レオンが仕掛けていきまして、おそらく2コーナーから立ち上がったところではトップに立ったのは落合レオンではないでしょうか。さあそして2番手3番手五十嵐と加納が競り合っております。さあここは前の落合についていきたいところ、2番手に加納、そして3番手に五十嵐となりました。4番手にはオサムがつけています。5番手、
こちらは前からちょっと離れまして、福田くるむかなといったところですね。そしてヘアピンから立ち上がりまして村田優馬、さらにその後ろには厚見8、さらにその後ろカーナンバー98番のスワハクトもつけております。ここまでが第一集団となっています。最終コーナーから立ち上がってまいりまして、トップ集団は8台、9番手にカーナンバー73番の豊島陸斗が前を追っている状況。豊島陸斗、鮮やかなピンクというかオレンジというかくっきりとしたヘルメットをかぶっておりますが、もう前に近づいてきていますね。豊島陸斗も前の集団に加わりました。オープニングまだ2周目、戦況はこれからといったところです。ホームストレート1周目トップで帰ってきた落合レオンですが、この2周目の前半で加納吉雅が再びトップに返り咲きまして、落合は現在2番手となっています。3番手には五十嵐、4番手には修、その後ろにつけているのは福田くるむと、東地域のドライバーと西地域のドライバーが入り乱れております。トップ2が西地域、あとが東地域といった上位陣。ホームストレート加納の後ろから落ち合い、まだ様子を見ている1コーナーです。仕掛けてはいけません。3番手五十嵐、4番手修も様子を見て、トップ4が一段となっています。5番手はちょっとこのまま離されてしまうのかという雰囲気になってきましたね。5番手6番手は SPS 川口の2台、福田くるむとそれから村田優馬、そしてその後ろに諏訪博人がいて、厚見エイトがいて、さらに豊島陸人と、この辺りは全員東地域ドライバーです。ヘアピンから立ち上がって FP ジュニアクラス、まだまだ序盤のつばぜり合いではありますけれども、西地域の2人がなんとかトップをキープしています。3番手五十嵐文太郎は今の間合いは飛び越える間合いではなかったけれども、ブレーキとラインを普通のところから外してちょっとフロックをかけてみたというところか。さあ1コーナーから2コーナー、ここで仕掛けていきました。五十嵐文太郎、落合に仕掛けてワンポジションのアップ。落合もスピードは伸ばしてきましたが、3コーナー手前では3番手という形になります。まだまだ予選です。OK 閉鎖ですと朝一の決勝で皆さんのテンションもパーンと上がっていると思いますけれども、予選ですので落ち着いて見守っていきたいし、ドライバーにも決勝につながる走りを、落ち着いた走りを期待したいところですけれども、今のところ上位陣様子を見ながらといった感じ。さあ最終コーナーの手前、五十嵐文太郎はまた先ほどと同じようなブレーキングをしましたね。あれが五十嵐文太郎のブレーキングなのか、それとも何か後ろを警戒してのラインなのか。1コーナーの時にもね、コーナーに入る手前ブレーキングのところでちょっとアウトに振るような、あるいはインに振るような、なんかそんな動きを見せますね。そのまま行けたら行くっていうことが3コーナーから4コーナー。さあ五十嵐文太郎が仕掛けていきまして、ポジションは入れ替わります。五十嵐トップに浮上、あれが五十嵐が抜いていく時の何かリズムを取っているのか、それとも他のドライバーに対して牽制をしているのか。トップに浮上してきたのは東地域で3勝を挙げております五十嵐文太郎。さあ加納が最終コーナーでここは入っていきます。立ち上がってまたまた加納がトップ、これで5周終了です。五十嵐は1コーナーラインを変えますが、入れ替わるところまではいきません。1コーナーから2コーナーです。さあ5番手以降なんですけれども、タイムの方がね、5番手の村田優馬54秒5というところで、トップがね結構こう競り合っているというか形成し合っているので、トップ集団よりもわずかではありますが速いタイムとなっています。5番手以降が入れ替わっていくか。5番手これ変わってますね。豊島陸斗上がってきました。豊島陸斗一気に上がってきました。5番手まで浮上。先ほどホームストレート通過した時点では村田優馬が前だったんですけど、豊島陸斗10番手スタートから一気に上がってきております。現在5番手、そして最終コーナー五十嵐文太郎はやっぱ独特ですね。
さあそして落合がそれに対して1コーナー仕掛けていく、加納義正も入っていく、ついて入っていったが、さあどうだ、これ立ち上がりで落合がトップに立ってきまして、2番手には加納、3番手に修、そして4番手に五十嵐と、五十嵐は今1コーナーから2コーナーの攻防戦で4番手までドロップをしました。そして後ろが完全についた5番手豊島、6番手村田、7番手厚見、8番手福田まで完全に一団となりました。トップ集団8台です。さあヘアピンのところでは豊島陸とインガーから仕掛けていった修がアウトサイド、足を大きく落として砂煙を上げて修が8番手ドロップ、一つミスをすれば一気に大きく落としてしまう。そして最終コーナー、飛び込んだのは落合、アウトサイドに振られた加納、落合の後ろで立ち上がっては来ていますが、後ろから五十嵐と豊島も来てる。1コーナーをそのまま五十嵐文太郎が行っていった。さあ落合はどうだ、落合レオンは2コーナーから立ち上がったところで2番手です。さあトップは加納義正です、ごめんなさい、加納義正が入ってきて2番手に落合、3番手に五十嵐、4番手には豊島というオーダーとなりました。5番手には厚見エイトが上がります。6番手村田、7番手福田、8番手に修。さあ上位争いはまだまだ続きそうですね、まだまだ続きそうです。先ほど1コーナーへそのまま飛び込んできたのは加納義正。さあやはり鈴鹿では西地域の経験ある方が有利か。さあ五十嵐文太郎最終コーナー、落合のインナー飛び込む、そしてその後ろから豊島リックも飛び込むが、落合レオンは3番手で戻ります。豊島に合図をしながら戻っていきました。さあ中盤から後方でも結構面白いバトルが続いておりまして、9番手争いは4台、13番手争いは3台となっておりますが、トップ集団がこれが全然目が離せません。残り周回は4周となっています。さあそして1台戻ってきました、カーナンバー17番の浅野天春がここでリタイアです。2コーナーでスピンをしていたという情報が入っております。さあトップですが加納義正がキープ、しかし予断を許さない状況です。この FP ジュニアシリーズチャンピオン候補は五十嵐、落合、修、厚見、豊島、そして宮本隼人なんですけど、宮本隼人は現在第2集団のトップ、12番をつけて今1コーナーに入っていくところですね。あーどうだ、インサイドから後ろからスマホクトが入っていきましたけれども、このカーナンバー12番の宮本隼人が現在ランキングトップなんですが、ちょっとこの、ね、トップ集団から離れたところで9番手争いをしています。それ以外のチャンピオン候補5人は全員トップ8の中に入ってバトルをしているという状況です。さあここで五十嵐文太郎がトップに立ってきました。もうこれはもう本当に最後まで分かりません。五十嵐、加納、落合、豊島、厚見、村田までが1段で、修が、福田クルムをかわしてワンポジションがアップです。さあ最終コーナー、またまた加納義正最終で入っていった、落合レオンもついていった、3番手に五十嵐、4番手豊島、そして1コーナーでは落合がインナー飛び込んでいく。さあ落合レオンは西地域フル参戦ドライバーですが、加納と戦ったのは開幕戦のみとなっています。加納はスポット参戦。さあ3コーナーから4コーナー、アートのドライバーは3番手以降はこれまで東地域で散々やり合ってきた、お互いの手の内分かっているドライバーたちばかりとなっております。下り 25R、 東のドライバーにとっては未知数の、そして西のドライバーどうしてもよくわからない、相手がどう出るかわからないという加納義正と落合レオンのバトル。ヘアピンのところではイン側入っていって、五十嵐が上がるかと思われたんですけど、試験でまた落合が2番手に戻ります。そして最終コーナー一気に3回、トップは加納、2番手に五十嵐が入る、3番手に落合、4番手には厚見エイト、5番手豊島、6番手修、7番手村田、8番手福田、ちょっと離れて9番手争いは諏訪と宮本の一騎打ち、その後は杉村とアーチーハミルトンです。残り周回数は1周、ファイナルラップとなっています。
さあそろそろ決着がつくか。このトップ争い8台のトップは加納義政、下り 25R 若干マージンを築いて入ってきますが、まだまだ分かりません。落合も五十嵐も、そして4番手に上がった厚見8はこのポジションは大事にいきたいところですね。厚見は7番手スタートから4番手まで上がってきています。さあ試験員です。5番手に治が上がっている。豊島陸斗が再びドロップをしてこのファイアウェアとなっています。最終コーナー、五十嵐ちょっとラインを変えたけどこれはちょっと厳しかった。立ち上がってトップは加納、2番手落合、3番手五十嵐、4番手厚見、5番手治、6番手村田、7番手に豊島、8番手試験員のところもね果敢に攻めてました福田、そして前からは離れまして9番手には菅、10番手宮本、11番手争いは杉村に軍配が上がりまして FP ジュニアクラスの予選ヒート終了となっております。